でも本当にさ、お話し会した時に、みなみちゃんユニット残念少女そうってめっちゃ言われた。真相はいかに口移しのチョコレートで、想像できますか、逆に私が口移しのチョコレート言ってるところ。できるとしたらあなたは想像力の豊かな方ですね。私あんな色っぽくできないよ。色っぽくセクシーとかそういうことだったら無縁の生き物ですから。だって私さ、いやマジここだけの話だけどさ、ズボン履いてる時ってさ、絶対にパンツ見える心配なんてないじゃん。なんか風でふんわりすることもないんだから。なのにさ、パンツの上から履くさ、あの見えてもいい黒パンを履きます。ズボンでもサンダル履くのに抵抗があって、夏場もずっとスニーカーです。そりゃあグラビア無理だね。ようご存知で、あのお腹もポヨンポヨンなので、きっとね、私がグラビア出た暁にはね、その出版社さん赤字になってしまうからやめた方がいいと思う。スクミズなら OK。 いや本当にやめて、本当に嫌だ。あの私じゃあ言います、この際だから。もう最後に水着着たの高校入ってから水着は着てないです。まず最後に着た水着もズボンに長袖みたいな感じの、色気の命もない水着だし、ビキニとか着たことないです。スクミズも着たことないです。ちっちゃい頃からも着てた水着は可愛らしいやつではなくて、可愛らしいやつの上から可愛らしくないなんか長袖みたいなの着てたんで、女児がよく着る水着の上からそういうのを着ていたので、あのだから着たことないんだよね、若い子が着るようなそういう水着って。ビキニとかも着たことないしさ、だから嫌なの、抵抗があって。色気のない水着存在しますよ。市民プールとか行ってみてください。それ着てどこのプール行ってたの。市民プールです。夏休みの市民プールです。市民プール、学校のプールもそういう格好でした。女児水着の上から全く可愛くないラッシュガードに海坊主みたいなさ帽子かぶって、女児水着市民プールグラビア着たい。もうやめてよ、絶対に嫌だ。痛いでしょ、きついきつい。あ、ファッション雑誌やね、でも出てみたいって最近思ってるんだよね。スクミズ着たら助かる命がある。助からんわ、そんなんで助かられても嬉しくないよ。